国際ゴリラ年は絶滅が危惧されているゴリラの保全を目的として国際連合が定めた2009年の国際年の一つである。2008年12月3日にローマで開催された移動性野生動物種の保全に関する条約締結国会議において2009年を国際ゴリラ年とすることが宣言された。これは国連持続可能な開発のための教育の10年の 一貫であり、国際連合環境計画と国際連合教育科学文化機関がパートナーとなっている他世界動物園水族環境会も協力を表明している。国際自然保護連合のレッドリストによると、西ローランドゴリラ、東ローランドゴリラ、クロスリバーゴリラ、マウンテンゴリラの4アシュのうち、東ローランドゴリラが絶滅危惧種、他3アシュが絶滅寸前となっている。 個体現象の要因として、食料や伝統薬の生産を目的とした狩猟、工業開発や新炭燃料の生産による生息地の減少、紛争、エボラ出血熱等の感染症が挙げられる。これらの問題に対処すべく、主要生息地の一つである今後において、森林破壊を抑えるプロジェクトや、カメルーンでの食肉の販売を目的としたゴリラ漁を禁止するプロジェクト、 ゴリラ量に代わる収入源としてエコツーリズムを促進するプロジェクトなどが行われた。日本でも各地の動物園での特別展が開催された。国連環境計画のヤンレドモンドは国際ゴリラ年はゴリラのみならず、ゴリラが生息する森林を守ることも意味すると述べている。ありがとうございます。